GMCCCKW は第二次世界大戦期にアメリカ合衆国で開発された積載量2.5トンクラスの6輪駆動構造を持つ軍用トラックである。開発、製造は GMC 社によって行われた。本社は第二次世界大戦と朝鮮戦争に実戦投入されしばしばデュースアーハーフまたジミーなどと呼ばれた。 GMCCCKW には164インチのロングホイールベースの GMCCCKW353 および145インチのショートホイールベースの GMCCCKW352 の2種類の車台を基本とする多種の派生型が存在する。キャブは初期の生産型では密閉式で金属製のルーフとドアを有するハードトップ型、 1942年頃からは固定式のハーフドアとキャンバス製の点外及びドア上部を有するソフトトップ型となりハードトップ型には M37 リングマウントソフトトップ型には M36 リングマウントを取り付け M20 機関銃を装備可能であったまた駆動装置を製造したメーカーによってシボレー製の板状タイプ DEF ティムキン製のスプリットタイプ DEF の2種類があり さらにそれぞれの方でフロントバンパーの内側に巻き上げ能力4.5トンのウィンチを装備した車両とそうでない車両が混在している。CCKW の積載量2.5トンという数値はあくまでもオフロードの劣悪環境下での余裕を持った数値で、舗装道路では約4トンの積載能力を持っており、また最高時速は 72km と当時の軍用トラックとしては 優れた性能を持っていた。CCKW の名称は GMC 社内で用いられた体系的な命名形式による。最初の C は1941年に設計された車両を示し、次の C は従来型の運転席であることを意味した。K は前輪の駆動を表し、また W は単デム式の後方車軸の駆動を示した。 CCKW353 とほぼ同じ外観で、氷に4輪のみを駆動するタイプも生産され、GMCCCW353 と呼称された。GMC では、第二次世界大戦の直前から大戦末にかけ、水陸両用型のダックを含む、GMCCCKW シリーズ2.5トントラックを、計56万2750両生産した。 第二次世界大戦時にアメリカで生産された軍用車両の生産数としてはジープとして知られるウィリスメガバイトの約三十六万台、フォード GPW の約二十七万台を合わせた数に次ぐ膨大な生産数となった GMCCCKW は第二次世界大戦及び朝鮮戦争で使用されたあとアメリカ軍では後継車種の m 三十五二点五トントラックに 更新されていったが、余剰車両は世界中に輸出され、ほとんどのヨーロッパの西側友好国、及びソ連、アジア、中東圏では、中華民国、韓国、タイ、フィリピン、イスラエル等様々な国の地上部隊で活躍した。日本の自衛隊にも供与され、1970年代まで配備されていた。レッドボール急行の輸送車列における CCKW、 1944年第二次世界大戦時にアメリカ軍は GMCCCKW をはじめとする2.5トントラックを総計で81万両以上生産し、対戦後期にはレッドボール急行において膨大な数の車両が使用された。これは連合軍により構築された巨大な輸送車列システムである。連合軍への補給のため、 1944年8月25日から、アントワープの港湾施設が開港された11月16日まで、ノルマンディ上陸作戦が行われた海岸からの包囲突破に続いて、ヨーロッパを通り抜けた。レッドボール急行の再生時には5,958両の車両が運用され、1日あたり約12,500トンの補給品が輸送された。 ショートホイールベースの GMCCCKW352、カーゴトラック GMCCCKW353750 ガロン、燃料タンカー GMCCCKW353、エアコンプレッサー搭載型1950年に、陸上自衛隊の前身である、警察予備隊が設置された際に、アメリカ軍により供与されたものが、GMC2.5 トントラックの故障で使用され、 陸上自衛隊に改装後も引き続き1978年まで使用された。初期の東方特撮作品には自衛隊の協力もあり、実写が頻繁に登場している。TM9 から801トラック2.5トン 6X6GMCCCKW352&353 ォーデパートメント 1944? デビット・ピーコリー、ザ・ロード・ツー・ビクトリー、ザ・アントールド・ストーリー・オブ・ワールド・オーツー、エス・レッド・ボール・エクスプレス、ポット・マック・ブックス、ISBN1 から574881736、ザ・リアル・ヒストリー・オブ・ワールド・オーー、A ・エニュー・ルック・アット・ザ・パスト・バイアラン・アクセル・ロット、スターリング・パブリッシング・カンパニー、インク、2008,ISBN1 から402740905、 ISBN 978-1402740909ありがとうございます。